はい、私紙紙か、じゃあ俺閉める。今が3時10分、4時10分と4時10分と5時10分、はい、じゃあここか、ここで、はい、スタートで、はい、さあバトル始まりました。まだ1回も勝ててないんだよな。へさきもなかなかかからん。やっぱりトーナメンター。そやけど今日は兄貴は伊勢行って仕事しとったもんで、もちろん私も仕事したんですけど、なんか4キロくらい測量で歩いたっていうもんで、かなりヘロヘロなはずです。ね、きっついところと、あ、逆に緩いところをこう潰しといて、できついところをまあまあまあ大まかに攻めてっていう風にしたら、兄貴が挑めへんような流れを攻めて、もしかしたら超過出せるかもしれないですね。レフリーはタニアンのおじいちゃんのお父さんの高蔵さんですね。レフリーです。さあ試行性バトル開始です。さあ今時間は3時15分前ですね。今日がもうあれですね、3連休の最終日、時間的にはね夕間詰めということで結構いけるはずなんですけども、まあまあ 3連休で叩かれた後っていう状況ですね。うん、そんな中果たしてまず一等地をチェックして、かかる鮎の大きさとね反応の強さとかを見てみます。あるいはもちろんね、目で見て確認できますけど、あとは流れの中にいるかいないか。で、上市も1時間、1時間っていう風にちょっとね、時間今回短いもんで、効率よく探っていかないと、パラパラで終了する可能性もあります。何？これも一匹は一匹じゃ。ここでまたチビオモリを投入。はい、チビオモリをつけました。ちょっと風強いですね。これも。まあまあ自然のものなので文句を言わず釣りましょう。反応あるけどここは岩盤なんでね、滑るんすよ。おとりも縄張り鮎もなので、ちょっと動きを止めて置くのがちょっと難しい。できる人は全然できるけど、私のようなまだ初心者には、ああ今みたいにチューッと滑っていくんですよね、横の流れまで。なので追われるけどかからないっていう場面が多いんですよ、どうしても。さあちょっとやっぱり、背張りはダメなのか、背張りじゃない、鉛はダメなのかな。ちょっとね反応するけどちょっと違うのかなと思って、また背張りに戻しました。ここはねペロンと石裏で緩いところなんで、背張りだけでねもちろんおとりも入ってきますし、あとはこんなやりやすいところに反応はするな。あとはうまいこと止めるだけですけど、はい。そしたら今10分15分。もう30分以上経ちましたね。2つだけ。まずいね。
で今おとり変えました。2匹目のおとりですね、準備おとりですね。ちょっと元気が強いので、まあまあまあ背張りだけできついところも入ってくれるかな。4時5分を過ぎてしまいました。奇跡のワカサギも含めて2本、難しいですね。やっぱり魚の反応はあるんですけど、釣り場的にね、その辺のチョイスがなかなか、これはまだまだ修行が足りませんよ。頑張れ頑張れ。すごいやん、構造さん釣っとるやん。絵のかかったかな。一匹や一匹や、さすがや。はい、後半戦スタート。4時10分から5時10分までです。さあ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 、もちろん兄貴が外したところは、兄貴がやったところは外すんですけど、このね、下流の一番のペチペチデルデルポイントのね、姿のところに先行者の方がねいたんですけど、どうもこの辺りでは名手クラスの人みたいで、そういうことかと思って、せやもんで兄貴はくだらへんかったんやな。承知のところでずっと我慢してやってたみたいなんですけど、なるほど、そうなってくると事情は事情っすね。ただ先行者の人ね、左岸に、対岸の方に渡ってやってたんで、こっちのね右岸側のヘチのザラザラの中、ここはもしかしたら、まあ、やられた後にしても多分向こうでしばらく粘ってたんで、ちょっとポイントが休まって、夕方ですね、これ夕方刺してきた鮎がいる可能性が。今ねこれ足元天然掃除用の細かいやつですけど、そんなバチャバチャーといたんで、ワンちゃんツーちゃん動画では出してるか、兄貴は私がここやることは知ってると思うけど、兄貴は竿を出さなかったんで、こういうところですねやってみます。1対1なんで ね、そんなにたくさんの人でやるわけじゃないので、よいしょ。まずは犬の散歩でかかる鮎がいるかいないかだけ確認してですね、今紙飛ばししてます。蹴られた。ペン戻してまた送り出しですね。そこ蹴られたんでまだやりたい。あー、やっぱり尻尾に絡まんだか。それがあるんでね。はい、今一瞬のことであれを回す、カメラを回す間もなく、この下ですね、このザラザラのところでワカサギサイズを2つですね、おとりにちょっと使えないくらいの可愛いサイズですけど、2つかかりました。やっぱりその天然素性のちっちゃいやつですね、ヘチで見えてるようなやつなんですけど、それが流れの中でもこうかかってくるんですね、絡んでくるというか、反応があるところでね止めてやると、ペチ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 って言ってピリピリかかってきます。まずいな、まだいけるはずなのに、ちょっと釣り方が小場所を狙いすぎてるかな。もうちょっと大場所を、小ぶりやけど、ちょっと違うのかな。いやー、そうなんだけど、反応なんだけど、ちょっと早い反応が欲しい。
あれおかしいなっていうくらいもう時間っすね。さあ時間です。おかしいなってくらいかかんなかったっす。あれいやもうちょっと釣れる予定やったんやけど、ワカサギばっかり A サイズのが一つもかからなかったっすね。あれ予定と違うよ。難しいっすね。こう1時間っていう決まっとるもんで、一つのポイント背方がいいのか背落ちがいいのか大きい石の周りがいいのかザラザラのところがいいのか、短い時間でこう何かを捨てないかんっていうのがねえ、どこのポイントを選択するかっていうのがすごい焦るというかひりつくというか、3時間あればね、まあまたもうちょっとじっくり一つずつ潰すとか大場所からって考えるんですけど、やっぱ1時間ってなると難しい。9、6匹や。はい、どうぞ。18、2時間で18か。これがトーナメントだ。水遊びトーナメントじゃん。すごいやろ。バッチバチに叩かれ尽くしましてね。何も残ってない。あのちゃん、せずりせんせえへんのすか。じゃあ、はっきり俺が置いてる、これにいたときに、はい、6連チャンしとったとこは、はい、全部お前の得意なとこだ、トロバナ。おぉ。はい、俺全部引きずって。陽ちゃんに、ちゃんとやったって言ったら、40ぐらい取ったんだ。全部抜いとるやんか。あそこないよ。で、今、全部引きずった。引きずったら勝ちだな。昨日もこうやって勝てたらよかったね。でも今日は勝ちましたんで帰ります。私は残業していきます。あんまりにも悔しいもんで。カビあるやん。普段の人が釣っとるとこ見とらん。人が釣っとる釣り方見て全くマジャンとしたらカビはもう俺と同じやもんで、同じ釣り方するもんで同じ格好しとって絶対違うなっていうやり方。ああ。攻めれる場所はもう決まっとるもんで、だって2人同じ場所刺さんもん。うん、まあね、あゆがついとる場所はあれやから、どう攻めるかだけですもんね。ポイントは分かっとるで、全く同じとこしか刺さんもん。釣り方を真逆にしただけな。それでは帰ります。お疲れ様でした。残業頑張れよ。あの背中よ。